はい、おはようございます。今日は土曜日ね、朝から結構雨降ってます ね。その中でね、猫たちなんか寄ってきてんね、今日ここに、ね、はいはいね、ももちゃんね、はい、ももちゃん、はい、トトちゃんね、トトちゃんにね、あれキノコさんね、何してんのお前、え、トトちゃん何なん、かわいいね、トトちゃんね、ちょっとスマートになったんちゃうかな、顔ねえ、どうした、キタロウちゃんにちょっと似てきたんちゃうかな、ほんまにね、はい、ママ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 、よしよし、はい、ママ、はい、はい、リンちゃん、これミナコちゃんがこの中におったかな、ね、ミナコちゃんちょっと見えないけど、ね、はい、こんな感じで、ここ誰やろ、サブコロちゃんかな、あ、サブコロちゃんやね、これ、これ、匂ってんね、サブコロちゃん、匂いしてます、逃げないで、はい、ちょびちゃんね、ちょびちゃんで、はい、ちょびちゃん逃げんか、ちょびちゃん、ちょびちゃん、ちょびちゃん、ちょびひげみたいなちょびちゃん、はい、ひらりちゃんね、ひらりちゃん、あれ見にくいね、ひらりちゃん、はい、ね、それでマイルドちゃんね、マイルドちゃんちょっと暗いけどね、こっちもちょっと電気ほんま用意してきますね、携帯につける電気ね、ちょっと向こう置きっぱなしやからね、ごまちゃんね、いやごまちゃんじゃない、ランちゃん、ランちゃんね、はい、スジちゃんです、スジちゃん、ちょっとこっち寒いかもわからんけど、うん、まあ、向こうがちょうど25度、今こっちの下が18度ぐらいだったかな、確か。ちょっと寒いんですよね、雨降って。まあ、ホットカーペットでね、つけてるんで今日は。まあ、寒けりゃ向こう行くかな、上のロフトとかね。はい、マロンちゃん。シャブちゃん。シャブちゃん。はい。うん、怖がることない。うん、ぬくいな、シャコちゃんな。な。ね、わしちゃった。また、引っかいてくるからね。ね、はい、キタロウちゃん。まあ、こんな感じで、昨日はね、ライブね、皆さん見てくれはった方、ありがとうございますね。毎回ね、しょうもないね、パターンのライブで、申し訳ないと思っていいけど、ね。なかなかネタがね、やっぱり、ね、うまいこと考えはる人は考えはるんやけどね、ポンさんはやっぱりね、ちょっとまだ、ね、修行が足らんというかね、うん、ほんまにね、はい、きのこちゃんね、まあ、ちょっとみなこも聞きとこうかな、ね、みなこも見たい言う人もね、おると思うんで、みなちゃん、あ、ママ、ママそこにおんの、みなちゃん、はい、みなちゃん、おいで、よしよし、おいで、うん、ね、ちょっとここ22度、まあ温度はちょっとね、ホットカーペット入ってるんで下はぬくいけどね、この下はね、22.3 度、まあ、ちょっとね、寒いぐらいかな、ここも。まあ、ちょっとね、温度を上げといた方がないな、こんな。ここが23。ちょっと寒いね。ちょっと温度設定が20。あ、24.5。どこで ?9 度になったから。ちょっと暖房をね、上げときます。26度設定してから、27度。27度で。
ね、方向がここでいいかな。一度だけちょっと上げておきます。あ、うんちゃん来てんか。うんちゃん。ね、可愛らしい子ですよ。ね。ほら、何してんやろ、昨日。上から。ね。こんな感じで。まあ、下が寒いからね、空気、昨日のあれやないけどね、上に、扇風機というかね、あれなんやねん。ね、あれがついて下の空気をね、上に上げてくれたらね、もうちょっとね、温度も、下もぬくなるんやけどね。まあ、雨の夕中で今日は仕事、コンさんは、ちょっとね、なかなか雨の日は辛いですよね。カッパ着てやらなあかんとこもあるし。あ、かもね。この子はまだかな。はい。あ、逃げるね。この子はまだちょっとまだあかんね。それ考えたらね、あのサブクロちゃんとかね、だいぶね、良くなったんちゃうかな。おいで。ね、サブクロちゃん。かわいらしい子です。キノコちゃん、長ちゃんが降りてきよったね。この子がようわからん性格でね。これほんまにようわからんのっすよ。はい。ね。まあ、もうちょっと言うとこかな。うん、まあ、アメちゃんはね、これからこういう風なとこから前進しよったからね、アメちゃんは見てもうたわかるように。あ、これ、わかる。はい。さあ、明日ここのね、開校する、しよう思うんやけど、ね。まあ、ここ出入り、まあ、すぐにね、この子たちも移動になるんやけどね、まあ、ちょっとの間だけでもね、やっぱり運動できるようにね、しとくかなと、まあ、今後のね、ゲージ入れるのでもね、ここやっぱりね、そういうことしてたらね、また、閉めたりね、開けたりでね、4つのゲージ、2つのゲージにできるようにね、ちょっとしとこうかなと、まあ、この子は昨日からね、ここ開放してます、ね、ちょっとでも慣れてもらえるように。まあ、ちょっと見えることによって多少は変わってきたかなみたいなね、うん、これ撮るときにやっぱりこう前のねここだけちょっとだけね穴開けたところからやったらね結構怒ってたからね、この開放することによってこう今撮ったからねそんな怒らないね、手がバンバン出てきてたからねあの時は、まあ、ちょっと開放することによってねマシになったかなと。ね、この子は案外ね、閉めて餌、あそこにパウチ入れたらね、結構ね、すぐにでも、食らいつきに来るという。この子はね、やっぱりまだちょっとね、老いた方でなかなか来ないんですよね。ポンさんがほんま、いてへんようなら、食べないという状態。だからこの子はちょっと時間かかるかな。だけどね、徐々にね、流すようにね、していかんとね。まあ、ね、レオちゃんシリーズもね、言うてる間にね、抱っこできて終わるね、またこういう子たちをね慣れるんですよいうことをねやっぱりもっとね分かってもらえたらないいかなと思ってます。はい、今日はここでね終わります。はい、以上です。ありがとうございます。みじちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたらシャープ9910に連絡お願いします。